スプラ学園。この番組はいろんなスプラプレイヤーをお呼びしていろんな話を聞いたりいろんなプレイを見せていただくという企画でございます。はい、今回で12人目ですけども、はい、西沢君声が大丈夫ですか？ちょっとね、風邪ひきまして、本当に申し訳ないと思う。はい、今日ここに来てくれるゲストの人には本当に申し訳ないな。三宅裕司さんだからの声がもうこの声でね、うん、俺は質問していくから。いや、なんかね、穏やかさは出てる。あ、本当？いつもよりよかった。いつもより穏やかかもしれない。じゃあもう変わんなくてもいいかもしれない。いや、ダメよ。いや、もう聞いてらんないもんだって。スピードワゴンさんみたいな。いや、スピードワゴンさんはまださ、その声で。やんないよ、漫才やろうよ。やんないよ、無事この状態で。なんで先輩と同じ漫才よ。はい、今日は12人目の、はい、ゲストでございますけども、はい、どんな方なんですか、今回は。いや、もう根っからのね、前衛。お、根っからの前衛。うん、はい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 。生っ粋の前衛で、おろ、フレッシュ感もあって。お、フレッシュ感すごい。俺の大好きな選手。あら、いいね。うん。いや、まあこれは慣れていきましょう、声は。もう慣れてほしい、これは。慣れていくしかない。だから今後この可能性もあるし、ずっと。いや、やだな、ここで。うん。いや結構あるじゃん、なんか。あ、そういうなんかきっかけで声も変わんなくなっちゃったんですみたいな。はいはいはい。だからまあ声変わり的なね、うんうん、ことになるかもしれないというところですけども、はい、まあ、そんな中来てくれる超前衛的なゲスト、分かりました、うん、この方でございます。あ、今回のゲストは柊選手です。よろしくお願いします。お願いします。あれ、超前衛的ということで。もう、はい、基本前衛だよね、やっぱ。まあそうですね。うん。さあ、柊選手といえば、まあ、一番新しい記憶で言えば、近畿予選、スプラトゥーン甲子園、うん、第5回スプラトゥーン甲子園の近畿予選、デイ1の優勝チームの。いや、もう素晴らしい。チームでございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。前回来ていただいた龍君選手ともチームメイトでね、やってまして、はい、どうでした、近畿予選は。そうですね、一戦目がめちゃめちゃ緊張して、はいはい、おー、そうですね、縁側はもともとあんまし得意じゃなかったんですよ、一戦目のそのステージ、縁側、はいはい、うん、そのしかも相手の編成が、北斎と、ボールドマーカネオとか、あとライナモとかですね、はいはいはい、ちょっと特殊な武器が多くて少し怖かったんですけど、うん、まあでもなんとかって感じで1回戦は切り抜けましたね。結構ギリギリじゃないですけど、はい、よく勝ったぐらいな感じなんですか？そうですね、精神的には。まあ、試合内容は、はい、まあ、ラストちゃんと取ったんですけど。そうですね、見てる限りはね、そんな危なっかしい感じはなかった気がしましたけど。そうですね、ラスト、まあ、僕視点で言ったら、はい、まあ、ジェットパック1人落として、まあダイナモも普段通りだったら絶対一発で倒せたんですけど、うんうん、しかもそれ倒せずにしかもやられちゃうっていう、ちょっとまだメンタルが。そうですね、いや、メンタルはね、弱かったですね。もう大丈夫よ、うん、だって NPB もね、うん、出てますからね。 NPB 出て、はい、で今回一発目甲子園優勝しちゃって、うんうんうん、もう大丈夫だと。どうなんですか、実際ご自分的に。そうですね、なんかいろいろなんでしょうかね、なんていうんですか、自分自身が緊張をほぐせたっていうよりかは、なんていうんですかね、まあ、味方のおかげっていうか、まあ、月下雷鳴の皆さん。そうですね、はい、なんか甲子園練習始まってから甲子園当日までの練習のおかげで割と自信持った動きできたので、うん、なるほどね、なるほど。どんぐらい練習されてたんですか、今回。発表、近畿甲子園が発表された時からやってたので、はい、まあ、1、2ヶ月、うん、結構結構長いスパンでやってたからね。そうですね、ほぼ毎日やってたので。へー、はい、すごい。じゃあやっぱその結果はね、もうそれありきというか、うん、やっぱそうです、ね、勝ってしかるべきという形でしたけども、うん、決勝に1回取って1回取られて最後取って勝ち。そうですね、ですよね、はい、ああなるほど。あのでも結構緊張するような場面、むしろだから最後の一戦とかすごい緊張したように思うんです。そんなのないですか？そうですね、僕らその甲子園通して、その当日の甲子園、縁側をはいはい4回か3、4回結構引いたんだ、めちゃめちゃ引いて、うん、まあ、やっていくうちに当日で得意捨てになって。ああなるほど。そうですね、うちのリーダーのメンシノが、はい、はいはい、メンタリティー篠原選手。そうですね、はい、まあ、最後じゃんけん勝ってステージ選ぶときに、はいはい、まあ、リュウ君と、まあ、あいつ縁側引いて勝ちだろみたいな話をしてて、はい、でまあ最後本当に縁側引いて、ああ勝ったわみたいな流れで
お、まあ、そこでもまあ一応気抜かずにしっかり連携取れましたね。なるほど。最後結構じゃあ縁側がもうむしろ今超有利ステージ、まあ有利ステージっていう、まあそうですね、得意ステージになってる、結構連携取りやすいステージになりましたね、うん、そういうのあるの？その大会中になんか、あ、大会中にチームの能力が変わるじゃないけど、いやどうだろうな。でも対抗戦とかで、はいはい、このステこのチームに勝てないなっていうのを本番で勝つように動くのはできるよね。ああなるほど、その、うん、対策でみたいな、対策というか、まあ練習でこういう動きもしてたし、うんうんうん、本番この動き刺さるだろうなっていうのを本番一発目でやっちゃう、うん、みたいなのはやったりはしたけど、 NPB の時とかね、うんうん、そういうのあるんですか、やっぱそういう。そうですね、準々決勝のアマビとかは最後それだったりしたかな。そうですね、対策をむしろその対戦中にこう変えてってというか、それで対策して勝ったみたいな。最終的にそうですね、なんていうんでしょうかね、ほぼ負け確定の状況だったんですよ、うん、あれやばかったね最後ね。ジェットパック相手入ってきてくれて、まああれで後ろ下がりながら打たれたらめちゃめちゃしんどかったんですけど、うん、まあ前、まあ、出てきてくれて、リュウ君がジェットパック落として僕がすぐアーマー履いて、うんうん、右下のバケツやって打開入れたんで。なるほどなるほど。そうですね、チャージャーのボムラもちょっと割と早めに履いてくれて、そこしっかり拾えたかなみたいな試合だったんで。そういうチームすごい強そうですね、大会とかで。あ、やっぱトーナメント中になんか逆に成長するじゃないけど、うん、なるほどな。そういう中でやってますけども、まあ、実は柊木選手は、うん、僕メイトなんですよね。チームのメイトなんですよ、はいはいはい、実は。ああ、そうですね。覚えてます？はい、覚えてますね、大会でちょっとその即興チームみたいなの組んだ時に、うん、もう強い人いっぱい、なんかその柊木さんもいて、そこに僕がこうパッて入れてもらってやって、僕が太一さんを一回倒したっていう、そういう記憶があるんですけど。何の話それ？え？何の話っていう話をね。何の話だよ。大丈夫？そんなに響いた今喉に。だ、一回だからむしろ今までで初め、あ、でもそうか、一応カラーマリのメンバーはなんか遊んだことあるけど、うん、初めてだからその同じチームで大会で戦った選手なんですよ、柊木選手は。なるほどね。はい。でもその時のことを覚えてます？むしろその僕が一緒にやった対戦の内容というか。はい、いや僕あの時、はい、めっちゃなんかで本当にこの近畿優勝するまでに本当にメンタル弱くて、なんかなんていうんですかね、前に出るのは緊張してないんですけど、うんうん、実際プレーするのが緊張してたせいで全然その試合内容覚えてなくて、あ、なるほど。縁側やったのは覚えてるんですよ。あ、そうです、縁側です。あ、覚えてくれてる。だから NPB の時もさ、うんうんうん、裏でクロスになんか腹の薬もらって、あ、そうですね、お腹壊しちゃって緊張で、あ、結構メンタル、いや緊張する緊張する、緊張しちゃって、全然で、なんかほんとここぞっていう時あんまいい結果出てなかったんだよね。はい、そうです。あ、なるほど。それオフラインでね。はい、ちょっと今年はそれが払拭されつつあるというか、まあ NPB も経験して、はい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 、今回の甲子園もパッと勝っちゃってるから、お、俺はもうそういうのないんじゃないかなと思うけどね。本人的にはどうなんですか？まあそうですね、自信はついたんですけど、うん、まあまだまだ苦手な編成とかありますし、うんうん、実際にその大会でその苦手な編成とか苦手な相手、まあ、強い相手普通に、うんうんうん、そういうとこに当たった時に自分の実力が発揮できるかっていうのがまだわからないので。なるほどね。なるほど。自信はつきつつはありますね。なんかさ、試合中にさ、俺がここ一番活躍して盛り上げてやるぜみたいな、うんうんうん、そういう気持ちってない？やってて俺が一番目立ってやろうみたいな。まあ、やっぱ大事よね、そういうのは、うん、なんか僕どっちかっていうと目立とうとしすぎて、うんうんうん、逆に帰り道にあっちゃうタイプなんで、逆なんですよ、常に抑えてるんですよ、ね、あんまり調子乗らないようにしなきゃっていう気持ちが。そうですね、そうですね、もうへー、味方を目立たせるように立ち回ったら、はいはいはい、まあ、割とうまくいくという。なるほどなるほど。逆にそういう考えですね、最近は。あ、でもそれでうまくいってんだろうね、それで突き詰めればいいかもね、うん、はあ、なるほど。でも最近ってか、まあ柊木さんはその結構マルチウェポナーじゃないですか、いろんな武器を使えるようになっちゃって、で、ね、はい、で結構今のところはその中で、甲子園はリールガン、
リールガンで活躍されてましたけど、うん、やっぱリールガンが今一番熱い。そうですね、 L さん縄張りでもうほとんどのチームが使ってるべきなので、うんうんうん、ほとんどのチームが2本入れてますよ。そうですね、まあ1、まあ、もしくは2、うん、ほとんど2もしかもスフィアとあのジェッパーで分けたり ね。そうですね、あのするよね。月下雷鳴もリュウ君選手とヒーラー選手でもリールガン、リールガン D やってたけど、はい、やっぱあれがもう今は正解というか。そうですね、基本 L さん2枚が最強かなってのは、まああのルールで疑似出せるのはやっぱ強いよね。そうですね、あ、そっかそっか、確かにあのメインだけで疑似が出せる少ない武器なのか、うん、そうですね、なるほどな、そこら辺もやっぱ強いと、はい、どうなんですか、でもやっぱりスプラトゥーン甲子園期間中に変わると思いますよ、リールガンの性能。あ、変わると思いますね。あ、もう調整入っちゃう。はい。あ、なるほどな。東京予選だから関東予選はあんまりいないかもしれないとか。どうだろうな。そこはなんとも言えないですかね。なんか結構難しいと思うんですよね。割と L さんのおかげで成り立ってる部分もあれば、はいはいはい。まあ、L さんのせいでその L さんしかいない。うん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 。ちょっと壊れた環境ってのもあるし、うんうん、いやでも L さんが弱くなったら。なんていうんですかね、結構対面を拒否できる武器、うん、傘だったり、うんうんうん、キャンピングだったりがどんどん出てきちゃうので、うん、もっと理不尽なやつが出てくる可能性あるからね。そうですね、それに変わるんだったらどっちかっていうと、まあ、今のままの環境の方がいいのかなと思うんですけど。なるほど、なるほど。それをもう放置するかどうかはまあ運営運営次第だな。そうなんですよね、難しいんですよね、それは。めちゃくちゃ今じゃジレンマにいるんですね。 L3 のおかげでなんか縄張りスプラトゥーン感出てるけど、はい、ここで L3 変わっちゃったらまたなんか変な感じになるじゃないけど。そうですね、なんかごちゃごちゃっていうか、それはもうプレイしてて思うんですか、2人とも。うん、思う。さっきも話してたけど、うんうんうん、まあ傘は確実に出てくるだろうね、あ、今より。なんなら今の環境でも、まあ、リールがやっぱ抑えてるかなっていう感はあるけど、多分使えなくはないんだよね。そうですね、傘自体は、うん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 、環境的には。なるほど。ただやっぱりリールが疑似持ってて、うんうん、傘も割れやすくなってる状況で、うんうん、まあ、ちょっとつらい部分があるのかなとは思うけど、リールが少なくなったら傘がもっと出てくるね。あ、どっちの方が嫌かな。どっちが嫌って言われたらやっぱ傘の方が嫌なのよ。まあね、うん、だってそれはあるな。拒否られるから打ち合いを、うん、ちょっとなんかね、確かにその戦いがなんかこう、なんつうんだろう、あんまりぶつかり合わない感じになっちゃう、ね、そう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 、ストレスがあるのはどっちって言われたらやっぱ傘とか、うんうんうん、キャンピングシェルターが多い方だから。なるほど。そういう意味ではリールがだいぶ一本抜けてるけど、バランス保ってはいるから、はいはいはい、おー、なるほど。だからまあちょうどいいとこに落ち着かせるのがいいかなって感じだよね。難しいな。私事なんですけど、僕もスプラトゥーン甲子園ちょっと今目指してまして、はいはいはい、出場を。で、僕リールガン練習してるんですよ、はい、これやっぱリールガンずっとやってた方がいいと思います。そうですね、どうだろう、北海道甲子園、次九州の次、はい、北海道なんで、うん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 、北海道までアップデが入らなければ、まあ、L さん使ってた方がいいかなっていう気がしますけど、それ以降ずっと L さん環境はちょっとどうなんだ、そこら辺から分からなくなってくるんで。ああ、なるほど。そっか、北海道予選の時点で6チーム決まるのかな。 6? うん、そうですね、北海道終わりで6、 Day1、はい、Day2 があって6チーム決まったところで、あ、じゃあちょっとここで挑戦入ります、あんまりないかもしれないってことですか。入るんだったら、うんうん、それ以降か北海道よりちょっと前ですかね。あ、なるほど。じゃ結構そこシビアに見ながら練習するっていう。そうですね、ちゃんと見極めないと。で、まあ、結局運なんですけどまあそうか、L さんだけ持ってたら割と痛い目見ちゃうかもしれない、あ、だから俺はクローズアップも練習しとけって言ってるでしょ。やってるやってる。あの、うん、クローズアップの方がめちゃくちゃ使いやすいから使いまくっちゃってるけど、うん、使いやすい、まあ、あれはすごい使いやすいよね。しかも今の環境でも結構上の方に入ると思うんだよね、俺クローズアップ。そうですね、お、黒が入る。悪くないよね、縄張りで。全然アーマーがすごい強いので、うん、ああ、なるほど。なんかでもさっきちょっと小耳に挟んだというか、2人の会話を、あのスプラスピナーと赤ザップどっちの方がいいか論争。ああ、はい、ヒイラギさんはどっちだと思うんですか。僕的にはステージによってはスプラスピナーで、ステージによっては赤ザップなんですけど、はいはいはい、
スプラトゥーン甲子園のステージが、まあ、うん、ほとんど赤ザップの方が何ですかね、小回りというか、うんうんうん、融通が効くので動きやすい。はい、あ、なるほど。どう西田君。いや、俺もその話してたんだけどさ、スピナーが強いステージは俺スピナー出せばいいと思うんだ、はいはいはい、すげえ強さ出るから。でもさ、じゃあスピナーと赤ザップどっちがいいっていうステージで、うん、赤ザップっていうステージって赤ザップじゃなくて他のシューター入れた方が強くないっていう話が出てくるんだと思うんだよね、俺。なるほど。それこそリール増やしたりクローズアップにした方がいいんじゃないみたいな。どうなんですかそこ。わざわざ赤にする必要ないかなって思うんだけど。そうですね、赤ザップが強いステージはアンチョビとゲームズとチョウザメ造成なんですけど、うんうん、そうですね、チョウザメは結構僕赤ザップ推しで、アンチョビは黒ザップ推しなんですよね。はあ、なるほど。なんていうのかな、多分僕らの編成的な話かもしれないんですけど。ああ、なるほど。チームごともそうでありますよね、はい、そうですね。割とチョウザメは僕らアーマーつけてもってところがあるんで、あ、ガッと前に出るっていうあれもないというか。そうですね、はい、はい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 。なるほどな。だ、じゃあ本当に逆に言うとそのザップ、赤ザップっていうよりはザップでのどれかで行こうぐらいの気持ちで。そうですね、はい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 、なるほど。でそうなった時にスプラスピナーを練習しとくよりもザップ系練習しとけばなんか融通効くみたいな、はいはい、そうですね、はい、ああなるほど、そういうのもあるってことなのか。そう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 、うんうん、あとやっぱ使いやすいのがやっぱ一番じゃない。そうですね、はい、結局、まあ、そうかそうか、武器パワーが高くてもあんまり使いこなせないよりは、そう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 、めちゃくちゃ使いこなしてるちょっと武器パワー低めっていう方が、うん、の方が多分パワー出るんだよね。いや、いや、スプラ甲子園やっぱ出たいと思ってる方は多分こういうの気になると思うんですよね。どれ使ったらいいんだろうみたいな、うん、武器編成で。ちなみに柊木選手はどっちかというとチームに合わせる側なんですか、武器は。そうですね、僕とリュウ君がチームに合わせて、うんうんうん、あ、そうかそうか、武器を変えてましたね。そうか、リュウ君リールガンってね、結構あれ元々使ってたの。いや甲子園ででしょ多分ね。そうですね、今回塗り、ね、ポイント30、40万って言ってたんであ、30万とかまだ、じゃあ本当に全然使いたてですね。へえ、やっぱそれでも変えるべきってほどリルが強かったと。やっぱ偉いよね、そういうとこね、若さが出てるなと思う。そっか、やっぱ無理だもん、そんな武器種練習すんの合わせてクーゲルからリールガンね、めっちゃ大変だし。でも柊木さんも、柊木さんリールガンもともと、そうですね、僕一時期ガチエリア、そのプライムシューターの疑似格が強いってなった時に、僕はプライムより L3 リールガン、その無印の方ですね、はいはいはい、L3 リールガンが強いんじゃないかみたいな思って一時期ずっと使ってたんですね。なるほどなるほど、はい、でまあ甲子園はそんなに練習する必要ない。なるほどね、前から触ってたから。はい、でもともとあれですよね、一応スプラシューター系使いみたいな、はい、あれでしたけど、やっぱ最近はスプラシューターは、最近はもう全然持ってないですねそこよね、気になるのは。そう、ガチマだったら全然持てるでしょ。ガチマッチでもエリアだと僕は、うん、あ、もうしんどい、持たないですね。ヤグラ、ヤグラ歩行はジェットパックと、うん、まあ、単純にメイン性能、うん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 、メインの性能っていうか打ち合い、前での打ち合いができるので、まあヤグラホコだったらギリギリ出せるかなっていう感じですね。じゃあ本当あえて出すぐらいの気持ちないと出さない。そうですね、はい。何がそんな辛いんですか、スプラシューターって。俺やっぱまだちょっとレベルが低い俺のせいで分かんないですけど、これがきついみたいな、まあ、単純に射程がなくて短すぎるよね、あれね。本当に短い、ローラーの縦振りより短いんですよ、うん、それって聞くと短い、はい、ローラーより短くて、はい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 、で塗りを取りたくて、うんうんうん、スプラシューターベッチューとか持つなら L3 リールガンでいいし、キル取りたくてスシコラ持つんだったらプライムシューターでいいみたいな。あ、なるほど。それ何かしらの劣化になっちゃってるんですよね今。あ、そうか、確かにそうやって言われると本当そうですね。それより強いが絶対ありますもん。疑似格もありますし、キルタイムも多分早いので、うん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 、なるほどな。それは確かに。どうなんですか、でもその元々スプラシューターが好きで使ってたんですか。もう、あ、そうですね、はい、もうその武器が好き。スシコだからね、寿司っ子。うん、やっぱ寿司って言ったらやっぱり柊木、うん、まあ寿司っ子は分からんけど、なんかそうそう、スプラシューターといえばね、うん、っていうのがあったから、やっぱそれが今あんま見なくなったことで。でもそこでやっぱりちゃんとその時強い武器を使うっていうのはやっぱ偉い、偉いなんですか。まあ偉いし、うん、まあそれが結局楽しいんだよな。
まあ、そうですね、僕負けたくないタイプなんで、うん、やっぱ負けず嫌いなのよ。なるほど、勝ちたい。ヒイラギはね、一番負けず嫌い。俺見てて本当思う。確かに、でも感情すごく豊かなイメージがありますね、うん、その大会の映像とか見るとやっぱり。そう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 、はいはいはい、若い頃の俺見てるみたいなんだよな。またまただわごめんなさい、ヒイラギさん多分12人目なんですけど、ゲスト、はい、多分9人ぐらい若い頃の自分。いや、そんな言ってない、そんな言ってない、そんな俺安売りしてないって。そんな安売りしてないって。ゆうくんとかもそうだし、見直して、そんな言ってない。シュー作りたいもん。ヒイラギは俺大好きなんだよ。ああ、でもそう言ってたね。それはそういうところがってこと。うん、そうそう、結構ね、あの SNS とか配信とか見てると、うんうん、たまに口悪くなったりするのよ。あら、なるほど。でもやっぱそれってさ、まあ、本気だし、うん、まあ若さでもあるし。なるほどね。そうそう、だから俺全然悪いことじゃないと思ってんだけど、うん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 、そんなのみんなあるし。まあ確かにやっぱ勝ちたいとか、うん、俺がこいつに負けたくねえっていう気持ちがやっぱその出ますからね。そうそうそう、それが俺は見てて見えるからすごい好きなんだよね。なるほどな、うん、うん、いや本当にでも結構ストイックさで言ったらスプラ界随一というか。自分ストイックだと思う？いや、そんなあ、そんなに思ってない。いや、いいことだと思う。あ、じゃあそこもね、うん、なるほど、それすごいいいことだと思う。まだストイックじゃないぞって思いながら。なるほどなるほど、それはもうなんかこれからの、それこそ本人がおっしゃってた今メンタルの部分が払拭されたらだいぶ、うんうん、俺は叶うやつ出てこないと思うよ。なるほど、うん、見てて思う。いや、これはちょっとこれだから楽しみですね、うん、本当に。ちなみにヒイラギさん、ちょっとあれなんですけど、ガチマッチとか、まあ、今のスプラトゥーンを遊ぶって中で、はい、この武器おすすめっていうのは何ですか？そうですね、割と僕はイルサンリールガン推し。あ、やっぱリールガン。何のルールでも。ヤグラとかきつくないですか？ヤグラきつくない？ヤグラがちょっときついですね。うん、はいはい。ヤグラは割とジェットパックよりは最近は無印の方が勝てるかな。ええー、スピアカーリング。そうですね。そもそも、はいはい、死なない立ち回りっていうか、うん、攻めない、うん、崩させない立ち回り。はいはいはい。無印でやる方が矢倉は勝ちやすかったりしますね。矢倉、ね、はい、を押し込むんじゃなくてこっち来させないですね。そうですね、はい。あ、そういう考え方。一つちょっと聞きたいのあるわ。はい、何？結構いろんな武器持つじゃん。はい、うんうんうん、じゃあ最初から今ならボトル練習してるって言ってたけど、はい、ボトルを練習するってなった時に、はい、どういう組み立て方で練習していく？あー、なるほど。まず試し打ちから入ってガチマ全ルールその武器で触って対抗戦に持ってくとか、うんうん、なんかそういう自分なりの練習法みたいなのある？まあでも大体もうスプラ出ても2年ちょい経ってるんで、うんうん、そうですね、もう大体その動画とかなんか豆知識みたいなのが出回ってるじゃないですか、はいはいはい、うん、YouTube とかにでもね、はい、そうですね、うん、その武器は大体何をやってるかを考えて、うんうん、そうですね、ボトルだったらボトル使いの人が、うん、こういう動きが強いよっていうツイートとかをしてるので、うん、それを見て、うん、それなんていうんですかね、その武器の基礎知識ですかね、うんうんうん、をつけてから自分でやって武器に合った理想の立ち回りを自分で探していくのが、うん、まあ、そうですね、僕練習の仕方ですね、はい、なるほどね。真面目、めちゃくちゃ。30秒動画撮れるじゃないですか。あ、ありますね。で、大体、まあ、なんですかね、30秒動画ってボトルって即割りが強いじゃないですか、うん、あ、強いですね。ゴム1個置いて、うん、バブル2個出して、はい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 、またゴム投げてみたいな、うん、それの動きを結構今まで見てきたので、うん、まあ、まあ、大体真似ればいいかなみたいな。なるほどね。ですね、まだ全然練習し始めて3日4日ぐらいなんで、うんうんうん、あんまだ下手なんです。いや、ボトルはめちゃくちゃだって奥深いというか難しい武器なイメージが。癖がすごいですね、うん、すごいけどやっぱり結構その使いこなしたらそれこそリールガンレベルというか、ね、もう全然もっとそれより、ま、パワーはね、はい、いけると思いますね、うん、もっと出せる、はい、じゃあめちゃくちゃ、あ、でもそうか、縄張りはまた違いますもんね。縄張りも強い、も可能性はあると思うんですよね。その結局バブルで一気にキル取れるんで、うんうんうん、あの読めないキルを取れるんであれば、うんうんうん、っていうか、まあそこがボトルの強みなので。なるほど、まあ、瞬発力はやっぱあるよね、はい、ありではあるかなと。まあね、頭の中で考えた時に最後バブルで2キル入れたら絶対勝つもんな。そうですね、確かにそうか。
ちょっと楽しみだな、誰かが使うのか。割となんか使い手がそもそも少ないんですよ。まあそうだよね、やっぱ癖が強いし。癖が強くて、まあ、あとギアの制限もありますし、うん、その中で動けるプレイヤーって言ったらどんどん限られてくるんで、まあ、ボトル使いが縄張りをやってるっていうイメージがあんましないんで、そもそも確かに、はい、分かる、うん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 、もしかしたらでも平木さんが極めたら出てくる可能性もあるかもしれない。まあ環境変わってね、リールがちょっと落ちたりしたら、まあね、全然ありえなくないよね、はい、ちょっとそこも楽しみにしていきましょう、うん。ちょっと平井さん、これいつもね、はい、聞かせていただいてるんですけども、はい、もし、まあ、まだちょっと発表はないんですけども、もしスプラトゥーン3、かっこ仮、が出た場合、はい、こう、今のスプラトゥーンよりこう変えてほしいとか、こういう部分増やしてほしいみたいな要望ってあります？ 3 にはこうなってほしい。まあそうですね、なんていう、はい、まあ、なんていうんですかね、まあ、僕はシェルター系が嫌いなので、はい、僕はあとパブロとかもあんまし好きじゃないんで。あ、そうなんだ。そうですね。筆系。ローラーも筆ーローラーはまあ縦振りがちょっと好きじゃないですけど、なるほどなるほど、横振りだけ、またワンの時みたいに、ワンの時みたいに戻るんだったら全然まあまだマシですかね、まあ、結局からだね、シューター使いなのよ。あ、うん、そうですね、まあ、結局自分の苦手な武器が嫌いなんで、はい、まあ、そこに目がいっちゃい目がいっちゃうんですけど、うん、はいはい、まあ、2はまあそれが強い、あ、まあ仕方ないんで、そうだね、まあ、それはまあ文句、僕いつも言ってますけど、まあまあまあ、でもまあ後々考えたらまあ俺が悪いよなみたいな。ああ、ちゃんとそこはね、あとでね、そのは、振り返ってみたらみたいな、ある。なるほど、だからちょっとシューターがやっぱりちゃんと、なんていうんですかね、はびこるような環境じゃないけど。そうですね、まあ、あ、まあ、シューティングゲームなんでね。そうだよね、はい、逆にそのやっぱ僕もやっぱパブロとかパラシェルター嫌だなとかって思うんですけど、はい、それ見た時に自分もちょっとこれやろうってなるんですか？いや、シェルター系とパブロ系はちょっと触ったことないですね。その武器的に、自分の武器的にあんまり持つ機会がないので、はいはいはい、違いすぎますね。持つとしてもスロッシャーだったり、あ、なるほど、あとはまあシューターとかだったりするので、なるほどな。でも3はもうシューターが活躍できるようにしてくれる。そうですね、なんか爽快感ある感じにしたいですよね、スペシャルもね、はい。なるほど、スペシャルはどう？スペシャル、あー、2のスペシャル、2のスペシャル、なんかじわじわ来るからムカつくんですよ。後丸と同じこと言ってる。なんかすっげーじわじわ来るんですよ。確かになんかなんかステータス以上みたいなんですよ、なんか。そうですね、なんか毒みたいな、なんていうんですかね、なんかなんだろうな、なんかな、殴りじゃねえんだよな、なんかムカつくんだよ、わかるわかる。針飛ばしてんだよな、ずっとな、もっさりしてるんですよ、わかるわかる、はい。なんかバブルもさっき言った即割あるじゃないですか、ありますね。目の前で僕が寿司持ってる時に、なんか目の前でボトルガイザーがボム転がして泡出してきたら死ぬわって思いながらやらなきゃいけないのが、あ、プレッサーの環境だった時もそうですけど、飛んできたら負けなんで、うん、なるほどなるほど、なんていうんですかね、対策しようがない時期が一番面白くない。あ、まあでもまあそれは、まあ、さっきも言ったんですけど、まあ結局寿司とか持ってる自分が悪いんで。いや、それはやっぱ悲しい、悲しいな、それは悲しい。いや、まあでも、はい、まあ、でも結局そうじゃないですか、強い武器があって、まあまあまあ、弱い武器もあるわけで、そうですね、うん、まあ、そこ割り切れないと、まあ最終的に勝てないかなみたいな、うん、うん、あ、はい、でもやっぱその自分の好きな武器でちゃんと活躍ができる、まあ難しいですけど、やっぱ対戦ゲームって、うん、っていうのが、環境が整うのもやっぱり一つの目的で、夢というか、うん、3に求める部分というか、そうですね、目だ、うん、なんかだから結局目立たせてくださいって言ってるようなもんですよ、ね、俺が目立って勝ちたいんでみたいな、俺が目立つゲームにしてくれて、そうですね、まあ、みんなやっぱそれはね、はい、思います、ね、多分持ち武器、そうですね、まあ、持ち武器強くなってほしいのは、まあ、当たり前なんでね、確かに。いや、でももうちょっと筋強くてもいいかなと思うけどね、つ、まあ、パッケージっていうかね、やっぱスプラトゥーンといえばのものではあるから、うん、やっぱりスプラシューターっていうのは強くあってほしいイメージありますね、まあ、これから変わるかもしれませんし、うん、2にもまたね、だから調整がもし来たとして、うん、ちょっとさすがに寿司ちょっと強くするかってあるかもしれないですから、うんうん、その時をちょっと期待していきましょう、うん、はい、というわけで平木さんにいろんな話を聞かせていただきましたけども、うん、まあ、次はガチマッチを見せてもらいましょうよ。さっきね、でもこれだけ辛いと言ってたんですけど、スプラシューターが見たい、やっぱね、スプラシューターが見たいんですよ、見たいよ。ちょっと前にスプラ学園で使っていただいた武器だけ使ってプライベートマッチみたいなのやったんですけど、はいはい、まあ普通のシューターがなくて、そのザップだの寿司だの
若葉とかなんかそういう経験全然なくて、はい、ちょっとそこにね、あのやっぱ僕も見ててやっぱシューターかっこいいとこ見たいなと思うんで、寿司でちょっとガチマッチいけます、はい、いやもう全然いけます。わーし、ぜひ見せてください、お願いします。さあというわけで、今日聞いていただいたヒイラギさんの YouTube チャンネル、そしてオープンレックチャンネル、そして Twitter の URL が下の方に、はいはい、概要欄にありますので、ぜひと皆さんフォロー、お気に入り登録の方お願いします。お願いします。次回はヒイラギの寿司ガチマッチ、ぜひと見てください。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。